全ての生命が滅び、新たに生まれた存在だけの世界となれば、そこに差別などあるまい。愚かにも私に逆らうというのか。文をわきまえろ。すべての生命が平等な世界、それこそが差別のない理想の世界だとは思わないか。ディセンダー、その力は私の目的に反するものだが、それゆえに利用価値もあろうというものだ。マテスの生き残り、デューク、脅威にはなり得ぬが、いずれ決着はつけねばなるまい。姉様との約束は必ず果たす。何人たりとも邪魔はさせない。どんな犠牲を払おうとも、この世界を生まれ変わらせてみせる。そのために人間どもには滅びてもらおう。あの時マテスにもあのような者たちがいれば、姉様も。もしもの話など無意味だな。